大丈夫それなんかさっき昼間もぐるぐる歩いてたんだけど、はい、僕の設定のシャッタースピードを、はい、どっちでもいいよあ、自分わかんないんで、ちょっととりあえずついてる感じでとりあえず適当に歩いてこの集落を守ろうと思ったからいいですね、でも意外と広いんだよ。そうですね、意外と広いですね自転車でも、漕いでも、なんかどこがどこかわからんくて、なんかどうも3つの集落ぐらいがあったかな。集落3つ3つか4つぐらい、うん、ちょっと今、今回まだ、地図見てないけどちょっとなんだろう、一応一つじゃないみたい。そうですね、なんか奥行ったらビーチあって、うん、こっちはそうそう、で昼間で歩いたらちょっと、はい、僕のシャッタースピードを、はい、ちょっと遅くしすぎて真っ白になって真っ白になっちゃって、そうちょっと真昼の日光をちょっと甘く見てた、はい、そうですね、沖縄すごいですもんねそうめちゃくちゃ暑いです。こっち行きますかねどちらから来られたんですか。今は東京に住んでて、もともとはスウェーデンから。あ、スウェーデン。そうそう、いいな、でも自分ヨーロッパ行ってみたいんですよ、ちょっと。いや、ヨーロッパもおすすめだけど、はい、今は行けないね。今行けないですねスウェーデン、すごいな、憧れるっすよ、でも。あ、でも、あ、いいとこだよいいとこですか。うん、まあ、何目当てなのかにもよるけどなんか景色綺麗じゃないですか。なんかすごい景色は綺麗。綺麗ですよね。癒し、ほんと違います、こっちの気温。やっぱりでも向こうも暑い時はこれぐらいにはなるよ。あ、これぐらいになるんですか。これぐらいにはなる。へえ。まあまあ32ぐらいがだいたいマックスぐらい。あ、じゃあ今ぐらい、ごくまりに35とかまでは行くことは。そんな暑くなるんですね。ごくまりに、ごくまりにでもなんか暑さが違うみたいな、まあ、友達が言ってたんですけど、カラッとした暑さ。そうなんですか。そうそうそう、湿気が、まあ、なんか大雨とか降った後、あとは結構湿気もう高いけど、普段は結構カラッとしてて、はい、そういう意味ではまあ過ごしやすいけど、もうなんか蒸されるというよりは焼かれる感じにね。焼かれる、わかりますね、すごい。でも紫外線はこっちの方が強いから、ね、そうです、もう痛いですね、昨日一日だけで日焼けしちゃっても。何島だっけ、あ、忘れちゃったな。なんか鳩間島昨日行ったんですよ、俺は。あ、いいななんかすごかったですもん、なんか透明度が、やっぱり海の、そうそう、昨日天気すごい良かったし。そうですね、最高だったでしょ。めちゃくちゃ良かったです。うん、鳩間島今回行けるかな。お、行くんですか。もしかしたら、ね、多分明日から西表島に移動して、あ、1週間いるんだけど。1週間いるんですか。そう、1週間行って、そこのなんかツアーが、あ、そうです、何やるんですか。なんか鳩間島に上陸するやつもあったみたいで、もしかしたら行くかもしれない。自分たちも明日西表行きますよ。え、どこ。西表でツアーで、うん、カヌーやって、で滝日帰りか。そう、日帰りとか半日やって、でそっから何だろう、うん、ダイビングちょっとやって帰るって感じですね、はいはい、明日は。あ、止まらないんだ。そう、石垣戻っちゃってる。それで滝はやっぱりピナイサーラとか。そう、ピナイサーラ定番の中の定番だよねめっちゃいいよめっちゃいいっすか。そう、明日も天気いいもんで。うん、あれは本当にいいよそう、これめっちゃお気に入り、今日撮った写真。あ、いいここも学校すごいよね。これ学校、小学校かなんかですかね。小中学校かな。小中学校、一貫校か。どんだろう、正面が反対側だからよく分かんないけどこっちからだったら。あ、でもでもこういう学校に通いたかったよね。そうですよ、自分も田舎ですけど、ここまでこんな自然あふれてる場所なかったもん。どこ出身ですか。自分愛知県です。愛知県の豊川っつって、下の方。はいはいはい、大体わかる。大体わかるですかそう、あの愛知県も結構知り合いもいるし、仕事でも何回か行ったことがあって。どんなイメージですか、愛知県ってなんか間違いと続くイメージ。あー確かにそのイメージだな
まあ知多半島は割と好きかも。お、宝とかあの辺かじゃ。海綺麗ですよね。トコナメとか。なんか釣り人多いですよね。あ、そうなの。はい、みんな。そこまで詳しくはないけど。そう、釣り人多いですよ。でもこっちの人が人は穏やかな人が多いかなっていう、うん、本当に。そうだよね。そう、なんか鳥がいる。なんだっけ。ソンブル。ソン。ん？ん？んじゃない？そうじゃない？そう、ソブフル。ん？んじゃないかな。ブフル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 。そうそうそう。そうじゃなかった。ん？ブフル。ブフル。なんだろう。牛馬？一名、牛室とも言われています。サンゴ礁出てきた。わからん。行ってみますか。多分入れないと思う。上でも多分竹富島の一番高い。あ、一番高い丘みたいな。そう、あそう、ちょっと入れないね。なんか人の家みたい。一番いいよ。怖いな。なんだろう。どの家か何か。どの家っぽいか。か何か。わかんないっすね。確かここのンブフル？あ、ンブフル。だから、もう超えたら。あの前とはちょっと違う集落に入るらしい。あ、集落。もうまた町に。もうなんか記憶だいぶあやふやだから確信は持っては言えないけど。あ、でも大体。大体ね。うん、集落着くか。広いな。広いよ。うん、意外にも。え、何年経つの？日本語上手ですね。何年いる？あと1週間ぐらいでちょうど13年になる。あ、13年。そう。へー、なかなか長いよ。え、いいですか、日本って結構いろんなとこ行ってるんですね。東京とか名古屋とか。そうなんだ。もう住んでるのは東京なんだけど、はい、東京からちょっと出たいかな。ああ、はい、自然がなさすぎて。あ、自然好きなんですか。そう、なんか日本のなんかいい感じの田舎とか好きだし、はいはいはい、特になんか海のあるところとか。ああ、そうですね。北海道とかじゃあ行ったことあります？まだ。北海道すごいですよ、もうなんか広大っていう。そう、多分それも行ったらハマりそうだ。てか、お刺身が普通に醤油垂らしたら動くもんで、イカとか新鮮すぎて。そう、新鮮すぎてイカ動く、本当に。なるほど。今日のお昼、ここの先のカフェで食べた。あ、え、何食べたんですか？自分たちさっき島カレーみたいな。あ、カレーどこで食べてきた？今日自分なんかそっちかな、うん、ホテルのちょっと奥側のところのなんか小料理屋みたいなとこで。そば。名前覚えてる？ちょっと覚えてるけど、煙突の手前。あ、分からん。らへんの。意外ともう昼はやってるところは。そうですね、夜あるけど。夜一軒とかですもんね。予約は取れた？いや、もう夜自炊しようかなって。あまああとお酒好きなもんで、自分たち。うん、まあそれ、そう、自炊のお酒でも飲んでゆっくりしようかな。ここのカレー美味しいわ。あ、ここそう。浜は知らけど、集落とはあるとこっちが来てないで、なんか、ね、ここはちょっと歩いて定番ルートから外れるから。あ、定番ルートどこなんですか？向こう多分でもなんかその水牛車が通るようなところなんじゃない、はい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 、展望台とか西桟橋とか。あ、西桟橋なんか見たな。あとはまあここも良さそうだね。本当に適当に歩いてるから。はい、はい、全然石垣島。あ、え、大丈夫ですか、日焼けとか。うん、結構がっつり日焼け止め塗ってる。塗ったんですか？そう。日焼け止めなんか塗るのあんま好きじゃなくて、俺。
いや、わからないでもないけど、そうそうそう、ないと死んじゃうから、ほんと。確かに。もう元の肌が白いもんで、なんか焼けたいなって思っとるけど、うん、焼けすぎると痛いし、もうなんか。そう。節度が難しいよね、ほんと。そうそうそう。皮ベロベロになっちゃうよね、もう焼けすぎると。うん、間違いない。うん、福岡行ったことあります？福岡あるよ。あるんすか？福岡めっちゃいいですよね。あんまり観光はしてないけど、仕事で、あ、仕事で行ったんですけど、はい、ここは車道に出るやつなのかな。めちゃくちゃいいですよね。牧場とかがありそうで。行きました？ラーメン屋台。いや、食べれないんだよ、グルテンアレルギーがあるから。あ、そうなんですか。自然なとこね。福岡全然遊べなかった。あの糸島ってとこがあるんですよ。うん、多分めっちゃ好きです。なんか海、うん、海がプワーって一面広がっとって、はいはいはい、いいね。そう、サイクリングで行けるって感じで。田んぼか、もしかしたら。そうですね。めっちゃなんか、なんだこれは。田んぼに出てきちゃった。田んぼに出ちゃった。ここが、ここ行ったわ。さっき自転車で来たとこですね。あ、そうなの。はい。こっちの道こうやって。中筋集落か、今通ったところ。うん。集落出ちゃったの。港行くか、たまに出るか。まあ多分またあっち行けば集落に入る道はあるでしょ。まあ浜行ってもいいけど。浜でも特に何もなかったですよ。なんか海は綺麗だったけど。綺麗だけどね。すごい遠浅で泳ぎにくい。そう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 。夕日にあの見ながら泳ごうと思ってるけど、今日。あ、6時に今日出るって言ってましたね。6時、6時半。6時、6時半ぐらいに。うん。なんか、そう。多分それだと水位ももうちょっと高くなってるはず。ああ。いちいちナマコ踏まなくても済むだろうし。確かに。気持ち悪いですもんね、踏んだ時。踏みたくない。踏みたくない。なんだろうな、これ。なんか観光施設っぽいよね。うん。暑い、めちゃくちゃ暑い。なんか暑さが違うもんで、なんか住んどるとこと。タオルがあるのがやっぱり頭いいね。タオルあっても頭皮がちょっと焼けちゃうのが。頭皮焼けちゃう、そうそうそう。ほんとそれ。ここの小道に入ってみるか。いい、ね、あ、中行きますかね。車道行っても多分みんな書いてあるな。中筋集落だよね、また。また多分そうですね。うん、多分同じ集落の。ちょっと違うとこに出るって感じ。そう。今日もすごいですね、天気が。ね、めっちゃいい天気。今日星見えるかなって、夜。星？そう。満月だからね。あんま綺麗には見えんけど。まあ、月はすごい綺麗に見える、ね、そう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 。あ、明日が満月か。明日？今日とかが、うん、まあ、満月。今日明日ぐらいが満月で、うん、多分その月明かりがすごいと思うから。星そんなに綺麗に見えるんだな。星は、うん、綺麗、まあ、綺麗っちゃ綺麗だけど、数は見えんって感じですね。うん。一番すごい星空は今日じゃないよね。まあ、夕日はすごそうですね、今日。いい感じに曇ってたんだけど、周りにこう、うん、昨日も今度はあまり夕日 見たんだけど、うん、やっぱりすごい綺麗だよね。すごい綺麗だし、うん、なんか西表島の後ろに日が沈むっていう感じで、今の季節的に。そうなんだ。ここのビーチならすごい映えるかもしれないけど、うん。どうだろう。
迷子になったりとか。あ、でもそこは大丈夫。大丈夫ですか。自分ちょっと方向音痴なんで、もう。なるほど。そう、あれあれ、まあ、結構適当に歩いてるから。あれ同じとこ来たよなみたいな。ちょっとそれじゃって言っていなくなったら困るパターンだな。そうそうそう、アリカちゃんも野宿になっちゃうね。それはあかんあかん。これさっきの道かな。さっきの道じゃないけど、さっきの方向に戻る。あ、そういうこと。お酒とか飲んだりしますよ。いや、飲まないね。あ、お酒飲まない。なんか酒の席とかは楽しいけど。あ、バイバイしてる、あの雰囲気で。そうそう。ある程度までまだ。そうですね。自分もそういう感じですよ。やっぱなんかみんなでお酒飲んでバイ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 するの好きなんで。うん、たまにやりすぎちゃってもう 道で倒れて。酔い潰れるやつか。そう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 。なんだろう、その辺の電柱とかしがみついて。そのまま寝ちゃったりしたこともあったもん、本当に。危ないや。危ない危ない。あ、バナナ待ってる。本当だ。すごい。バナナ。島バナナだな。うん。美味しいやつ。食べたんですか？今回はまだ食べてないけど、1年前来た時は。は食べたって感じ。そう。美味しい。ちょっとあの季節酸味があって、いやでもなるのは年中なんじゃない？あ、年中なるね。え、これはバナナかな全部。バナナだね。うん、バナナとあとパパイヤ。パパイヤ、パパイヤも入って。食べたか、パパイヤ。パパイヤも、うんうん、美味しい。食べたことないな、パパイヤも。ちょっと当たり外れはあるけど、基本は美味しい。美味しいは美味しい。っていうか、美味しいものがすごい美味しい。あ、そういう感じか。あ大丈夫かい？大丈夫っすよ。水とか持ってこなかった？え？うん。それ。ご飯食べたもん大丈夫かなと思って。水分は必須だよ。そう。いろいろ来ちゃったの間違いだから。あ、それもね。吸収しちゃうもんで。明るい色が良かったね。そうですね。青色とかにしとけば。うん。舐めとったな、沖縄ちょっと。2回、3回目なんですけど、沖縄は。うん、もう3回目。お、3回目です。そう。そう、なんか、秋だし、行くかと思ってて、長ズボン入ってきちゃって。夏だよ。めっちゃ夏じゃん。全然夏だから。全然夏ですもんね。もう、だもん、水着でもずっと歩いとって。うん。全然。これが多分パパイヤの木。これパパイヤ。今実がなってないね。これ？そう。あ、詳しいですね。すごい。実がなってるやつとかがあればまた。ああ。見ればわかりやすいけど。ちょっとまだ実がなってないと思う。さっきのところは実がなってた。パパイヤ。そう。そんな違うの大事に。どこだこれは、わからんぞ。密かに戻らなくなるように。そうそう、ほんとに全部建物一緒だし、もうなんだろう、さっぱり。携帯も Wi-Fi 入らんもんで。あー、ここ確か電波悪い。電波悪いもんで、もう帰るにも帰れんもんで、どうしようかな。キャリアどこ？え？キャリー？キャリア、あの、携帯の。あ、ソフトバンク。うん。そっか、わかんないな。うーん。なんか、これは、
ドコモ回線なんだけど。あ、ドコモ？シンフリーなんだけど、うん、回線はドコモのを使ってるみたいで、ね。ドコモいいっすもんね。電波はでも悪い。悪いっすか？そう。でも再起動したらまた繋がった。そういうもんか。俺もやってみようか。どうかな。全く電波減らないなと思ったら再起動してみて見る価値はあるかもしれない。あ、ちょっと使い方わからんな。どうやってやるんだろう。電源ボタン長押しとか。電源ボタン長押し。シリ話しちゃったの。ちょっとまあ若者だけど携帯使い慣れんもんだよ。いや、わかる。期待されますよね。なんか携帯 QR コードの読み方とかろくに分かってないから。あ、難しい本当に。あ、また学校のとこに戻ったね。あ、ビーチかなあれ。目の前ビーチじゃないよ。あ、なんだろう、なんかビーチポットを撮ってる。あ、戻ってきた。戻ってきた。あ、でも浜。浜の方行きます、ちょっと。ん？浜の方。こういうか、こっちに歩こうと思ったコースは、ここに集落に戻って、うん、ちょっと奥の道で、西桟橋まで。あ、そこの、なんちゃら橋みたいな。西桟橋？西桟橋。そこ行ったことないんで、ちょっと、行ったんですか。そこまでの道も綺麗だよ。綺麗ですか。そう、ほんといい学校だよねこれ。建物とこのすごいですもんね、なんか芝生の広さ。確かにこういう学校の子たちって多分すごいんだろうな。めっちゃ泳げるんだろうなと思って。ああ、すごそう。すごい。確かにレベル高そうだな。すごい。でも住んでるとなんか早く出たいと思っちゃうかもしれない。あ、なんか違うとこ行きたい。違うとこに憧れるって。あ、逆にでもここの子たち東京行っちゃったらどうなるんだろうと思って。いや。建物でかすぎるし。東京行ったらなんか半分ぐらい早く戻りたいってなっちゃうかもしれない。そう。もうまず電車で無理ですもんね、もうあれ。うん。もうたまったもんじゃない。自分も名古屋って何これ、人間が住む場所じゃねえだろって。そう。名古屋の電車もたまったもんじゃない、あんな。この前とかライブの帰りとかに、なんか押し込まれて後ろから。ああ、あるね。そう、駅員に押し込まれて入るって意味わからんと思って。ああ、あるね。うん、なんで瓶詰めにされなきゃいけないのって。そう。ライブ帰りで汗びっちゃびちゃだったのに。小中学校ね。あ、こっちか。一貫だね。うん。子供の風はそんなに良くないはずだよね。うん。多分、人口が何人なんだろう。うん。2000、1000とか。そこまで行くのか。3桁かな。うん、ちょっと分かんないね。うん。3桁でもう届かないな。80人とかっすかね、もう。いや、想像よりはさすがにあるでしょ。120とか。そんなのかな。いや、多分1000近くぐらいは。感染推測なんだけどね。でもあとでなんか鳩間島ってとこはマジで人おらんイメージでしょ。なんかジャングル、あれでも2桁ぐらいでしょ。そう、あれは2桁ぐらい。本当に。鳩間島行くならちょっとカレー食べてみた方がいいです。カレーと牛丼と。あ、写真撮ったな。まあアレルギーに引っかからないものだったら食べる。あ、こんな感じで。あ、カレー多分日本風のカレーだよね。そう。だったら食べれない。あ、食べれんすか。そう。残念ながら。何があったかな。今日夕食食べるとこここだな。あれ。いや、60分待ちしたよ。予約行けたっすか、俺。予約行けた。あ、行けた。今日は自炊。
まあそれもいいよね。そう、ひたすら自炊も。また、左の道に。これ左？名古屋の塔とかに、に向かって。アイアル浜。こっちの方の浜は全然行ったことはないけど、すげえ来てるよ。こっちの針か。本当だ、水牛来てる。どうなんだろう、水牛って。個人的には横から見るのが好き。あ、乗るっつうより。うん。乗るとも若干密にもなるし。ああ。若干ね。あ、でも三振引いてくれてる。そうそう。それはいいよね。三振弾いてくれて歌ってくれるのはいける。はい、ちょっと観光って感じですね、あれ。三振弾けんけどな、あれギターだったら弾けるんだけど。どうなんだろう、弦3本なの。え、楽器とかやらないですか。いや、これはやらないね。あ、やらないですか。家族は全員やってるけど。すごいっすね。自分以外。え、何の楽器とかいじってるの。お父さんがギター。あ、ギター。ちょっとピアノも。一応ちょっと弾けるぐらいの。あ、また。お母さんはピアノメインで、はい、あと合唱とかしてる、ね。あ、合唱。で、妹もピアノメインで歌とかやってて。弟はギターとパーカッション、うん、ドラムとか。かわいい猫発見。本当だ。あ、それ両表山猫見れるかな。見れないでしょ。大体夜行性だし、あいつら。いや、後ろの道でもいいよ。夜行性か、そっか、猫か。大体ね、ピリオノと山猫、結構夜活動する。あ、じゃあナイトツアーとかのが見れる可能性あるの。いやそれでもって感じか。それでも、なんか一番見る確率が高いのは多分夜道のドライブ。夜道のドライブ。ただ冷えちゃったら大変。ああ、そういうことか。今のあの西表山猫の一番のシーンが交通事故だって、うん、それでもう絶滅危惧種みたいな。それだけじゃないけど。でもそれも確かにあって、原因の一つってことですね。で、冷えちゃったやつはもうなんか島にいられなくなるみたいな。聞いた話によると、なんか、うん、車にひかれて死んじゃうのは大体子猫。かわいそう。まだその警戒心とかそこまで芽生えてなくて、ないもんでもなんかピョッと出たらひかれちゃったみたいな。そう、この前行った時には、うん、ちょうど大人のオスがひかれてたけど。生きとるのは未練か、さすがに。いや、運が、相当運が良ければ。だからそういう車から見ることは
それそこそこあるらしいけど、それを逆に怖いもん。うん、ちょっとした展望台があって。あ、ここ来た。来た？うん。ここの横でご飯食べてます。うん、ここの横？あ、違う？こっち側？の、こっちが奥側かな。なるほど。こっち、こっちか、こっち側だ。あ、じゃあ、バス分かった。もう帰れる。バス帰れる。もう安心できる。もう安心。一応、誘拐もちょっと取りたいから。はい。やっぱね、あっちの展望台今やってるのかな？そっちの方が高いからね。ちょっと見てみよう。はい。本日終了。あ、残念。こっちで。一人100円で入れるけど、そこの屋上に。こっち上まで行けなかったもんね。一番上までは行けないね。うん、途中まで。途中まででもちょっと高いですね。竹富、うん、上から見れるのがいいよね。うん、そう、ここ入れないね。ここから写真。そう、その隙間から。上から見るのすごい綺麗だよね。こんにちは。ここには登れないんだ。なんか曲がってるんだ。桟橋まではここ右。これ右？うん。帰るならここなんだけど。シダメーカーだ。そういえば。シダメーカー。シダメーカーね。シダメーカー。いつも覚えられない名前。そう。もう多分宿から一番近いご飯どころ。聞いたことない言葉ばっかだもんね。もうそう。なんと聞き取れ。一番びっくりのはあれだよね。インブフル。あ、インブフル。なんだそれ。言われてもわからん。ここもちょっと気になるよね。白いシーサー。すすなの。あ、庭園みたいな。何屋さんだろう、でも。こんにちは。何ができるんだろう、ここ。お、水牛かな、これは。ああ、水牛車の、あれね。やってないのかな。多分駐車場みたいなものじゃない？出発多分、あ、はいはいはい、ここね、あの、パパイヤの木。あ、これか。そう。わかるみたいなんか。そう。そうわかるみたいな。
水牛乗ってみようかな。ちょっとあるかな。もっとなんか中央広場みたいなとこから。そうですよね。出るかな。よかったら乗ります。水牛。ああいいかな。いいですか。バードコロッケの休業してる。行くんだろうけど橋か。そうに、まあ、橋というか桟橋。物資とかも全部届けて。竹富島に水源がないから水道とかを、ね、石垣から引っ張ってる。書いてね、パイプ引いてるらしい。大変だよな。島グラス、なんか綺麗だけど、大変そう。確かに物資とかは ね昔は雨水とか集めて暮らしてたらしい。やだ。いや、沖縄の水美味しかったな、普通に。そう。暑すぎて飲んどったけど、もう水道水でいいやってなって。いや、水道水普通にいいよね。美味しいですよね。もう名古屋の水は飲めん。もう東京でも全然飲んじゃうけど。飲んじゃうか。東京も、まあ、まずくはないというか。かもなく不可もないという感じ。あ、そうなんですけど。多分区にもよるかもしれないけど、僕が住んでる文京区だったら、まあ普通かな。まあ普通。でも海外のあのスウェーデン、美味しい。美味しいですか、やっぱ。でもそこも町による。あ、町によるですか。うん。あんまり美味しくないとこもある。でも絶対美味しいだろうな。ここはとにかく入り表の水道水がすごい美味しい。入り表。そう。明日飲もうじゃん。もうそう、ね、川ごと行っちゃおうかな。明日から泊まるのはまた石垣。明日から石垣2日泊まって、で愛知県帰る。あ、そうなんだ。全部で何日間？全部で5泊6日。はいはいはい。そこそこだね。そう。ちょっとホテルとかも安いとこ狙って。安いとなると石垣だね。そう。でもそうすると今度は船代とかも結構かかる。そう、船代だもんね。3日間の乗り放題で行けるとこ行っちゃおうみたいな。ああ、はいはい。まだ石垣とか全然遊んでないんだよ。あ、石垣、離島の方が好きだから。そうですね、離島の方がなんか来たくない、旅行来た感あるっすもんね。そう、石垣はそんな。離島に行って離島で泊まって、離島を遊び尽くしてる感じ。自然満喫してる。そう。そうそう。桟橋もうすぐですかね。そう、すぐそこ。さすがに暑いでしょ。暑い、顔が痛いもん。カーテルってマスクしたくないし、あんまり、そう、人と会う時ぐらいしか。必要な時以外はなんか、そう、でもなんかしたくないよね。ずっとしとるもんね、みんな倒れんかなって心配になっちゃう。こっち。そうなんかこの影が青く見える。自転車乗り入れ禁止。駐輪場はこちら。
あ、だいぶ水高くなってる。綺麗、すごい。すごい。うん、ドローン飛ばしてる。ドローンで撮影なのかな。あ、多分。昼間は本当になんかそこずっと奥に見えてる V、うん、ってわかる V？ うん、なんか黒ポチみたいな。ああ、あれくらい奥まで歩けた。歩けた、すげえ。でももうちょっと若干水にもちょっとあの膝ぐらいまでは入って。すごいな、あの人きついのかな。うん、飛んでる。今撮影されてるんですか。すごい。カニがいる。ちょっと近づいたらビビっちゃいそうだけど、あそこの。魚のところちょっと入ってる。あ、この辺に。カニ隠れちゃう。隠れちゃった。お、おー、逃げた。こんなにされてた。あ、いいな。